ジムでの運命的な再会汗だくの平野紫と神宮寺由太友情を超えた絆の物語衝撃の告白神宮寺由太が平野翔に語った未来への思いと新生活ジムでのトレーニングが終わった後汗だくの平野翔が更衣室でスマホを手に取り LINE を確認した「元気か?」と神宮寺由太からのメッセージが画面に表示される紫は微笑みながら返信する もちろん、仁は、その瞬間、彼の思い出が鮮明によみがえる。中学時代からの親友であり、お互いに支え合いながら成長してきた二人。ジムでの厳しいトレーニングや、放課後の部活帰りに一緒に過ごした時間が頭に浮かぶ。ショ翔と神宮寺の関係は、単なる友情を超えたものであった。彼らはお互いの強さと弱さを理解し、支え合ってきた。ある日、 神宮寺が翔の家に泊まりに来た夜のこと。夕食後にリビングで映画を見ながら過ごしていた二人は、ふとした瞬間に深い話を始めた。神宮寺は静かに語り始める。最近、未来のことをよく考えるんだ。お前はどう、翔は少し考え込んだ後、正直に答える。俺もだ。特にお前と一緒にいると、将来のことがはっきり見えてくる気がする。その夜、 二人は未来について語り合った。仕事、家族、そして夢。神宮寺は医者になる夢を語り、昭はスポーツトレーナーになることを目指していた。お互いに夢を応援し合いながら、彼らは将来のプランを描いていった。そして、ふとした瞬間に章が神宮寺に行った。お前がそばにいる限り、俺はどんなことでも頑張れるよ。神宮寺は微笑みながら頷いた。俺もだよ。 翔。その後の二人の関係はますます深まっていった。昭は神宮寺の家族とも親しくなり、週末にはよく一緒に食事をするようになった。ある日、神宮寺の母親が言った。翔君、本当にうちの息子のことをよろしくね、昭は少し照れながらも、真剣に答えた。はい、もちろんです。しかし、二人の関係には試練もあった。大学に進学する際、 神宮寺は偉大を目指し、昭はスポーツ科学の道に進むことになった。異なる道を歩むことになったが、彼らはお互いの夢を応援し続けた。昭は神宮寺が勉強に集中できるようにサポートし、神宮寺は章のトレーニングを手伝うこともあった。ある日のこと、神宮寺が大学の試験に合格した知らせを聞いた章は、真っ先に電話をかけた。おめでとう、ジン 本当に頑張ったね、神宮寺は嬉しそうに答えた。ありがとう、章。これも全部、お前のおかげだよ、二人はお互いの努力と成果を喜び合い、さらに強い絆で結ばれていった。やがて、二人はそれぞれの道で成功を収めるようになった。神宮寺は優秀な医者として活躍し、章は人気のあるスポーツトレーナーとなった。彼らは忙しい日々の中でも、 定期的に連絡を取り合い、お互いの近況を報告し合った。そして、ある日、翔が神宮寺に行った。俺、最近思うんだけど、また一緒に住むのもいいかもな、神宮寺は驚いた顔をした後、微笑みながら答えた。それ、いいアイデアだね。お前と一緒にいると、なんだか安心するし、楽しいし、二人は再び一緒に住むことを決意し、新しい生活をスタートさせた。 新しい家では、二人の生活はさらに充実していった。神宮寺は仕事のストレスを感じたとき、章とトのトレーニングでリフレッシュし、章は神宮寺の医学的なアドバイスを受けながらトレーニングプランを改善していった。お互いの存在が、彼らの生活を豊かにし、より充実したものにしていた。ある夜、リビングで夕食を楽しんでいるとき、神宮寺がふと章に行った。最近、 本当に幸せだなって思うんだ。お前と一緒にいると、何でもできる気がするよ、昭は微笑みながら答えた。俺もだよ、ジンお前がそばにいると、どんな困難も乗り越えられる気がする。その後も二人の関係は続き、お互いの夢を追い続けながら、支え合い、励まし合った。彼らの絆はますます強固なものとなり、どんな困難も乗り越えていった。そして、ある日、 章が神宮寺に行った。これからもずっと一緒にいような神宮寺は深く頷きながら答えた。もちろんだよ、章。彼らの物語は単なる友情を超えた深い絆と愛情の物語だった。お互いの存在が彼らの人生を豊かにし幸せな未来へと導いていった。そして二人はいつまでも支え合いながら共に歩み続けた。 この物語は、友情と愛情の力を示す一例であり、お互いに支え合い、励まし合うことの大切さを教えてくれる。ショート神宮寺のように、誰かと共に歩むことで、人生はより豊かで充実したものになるのだろう。彼らの物語は、これからも多くの人々に感動と勇気を与え続けることだろう。人生の中で、困難な時期や迷いが生じたとき、 生と神宮寺のようにお互いを支え合いながら歩むことの大切さを忘れないでほしい。どんなに厳しい状況でも、信頼できるパートナーがいれば乗り越えられる。そして、その先には必ず、明るい未来が待っている。そして、二人の生活は続いていく。新しい日々が始まり、共に過ごす時間はますます増えていった。生は仕事の合間に神宮寺の病院を訪れることが多くなり、 彼の忙しい日々を見守りながら、少しでも力になろうと努めていた。病院のスタッフたちは、ウの訪問を楽しみにしており、彼の明るい性格に元気をもらっていた。神宮寺も、ウが来ると疲れが吹き飛ぶような気がして、彼の存在に感謝していた。ある日、神宮寺が大きな手術を終えた後、ウが彼のオフィスにやってきた。お疲れ様、ジン大変だっただろう。 と優しく声をかける章に、神宮寺は微笑んで答えた。ありがとう、章。本当に助かるよ、お前がいてくれるだけで、二人はそのまま病院のカフェテリアでコーヒーを飲みながら、しばしの休息を楽しんだ。その夜、家に帰ると二人はリビングでソファに座り、ゆっくりとした時間を過ごした。テレビの音を背景に、章がふと切り出した。ジン最近考えてるんだけど、 もっと一緒にできることを増やしていきたいなって、神宮寺は興味深そうに尋ねた。例えば、昭和少し考え込んだ後、答えた。例えば、週末に一緒に旅行に行ったり、新しい趣味を始めたりとか。お前と一緒にいる時間をもっと大切にしたいんだ。神宮寺はその提案に賛成し、二人は週末に日帰り旅行を計画した。最初の目的地は、 二人が昔から行きたかった温泉地だった。そこでは、自然に囲まれた静かな環境でリラックスし、お互いの近況を語り合った。温泉に浸かりながら、章が行った。ここに来て本当によかった。お前と一緒にいると、すべてが完璧に感じるよ。神宮寺は微笑んで答えた。俺もだよ、章。これからも一緒にいろんな場所に行こう。その後も、 二人の生活はさらに充実していった平日の忙しい日々の合間に、二人は新しい趣味を見つけるために時間を費やした。料理教室に通い始めた彼らは、さまざまな料理を試しながら、お互いの腕を磨いていった。神宮寺は特に和食に興味を持ち、昭和パスタやピザなどのイタリア料理に挑戦することが多かった。ある夜、 二人で作った料理を囲んで夕食を楽しんでいたとき、神宮寺がふと章に言った。お前の作る料理、本当に美味しいな、章は少し照れながらも嬉しそうに答えた。ありがとう、ジン。でも、お前の作る和食も最高だよ、二人は笑いながら、互いの料理の腕前を褒め合い、楽しいひとときを過ごした。その後も二人は様々な場所を訪れ、新しい経験を積んでいった。 山登りやキャンプさらには海外旅行にも挑戦しお互いの絆をさらに深めていった特に印象的だったのはある冬の日に訪れたスキーリゾートでの出来事だった初めてのスキーに挑戦するショウを見守る神宮寺は彼の不器用ながらも一生懸命な姿に微笑んでいたショウが転びながらも楽しそうに滑る姿を見て神宮寺はその笑顔に心から癒された